共和国議会議事堂九百七十五年、ポルトガル議会選挙は、ポルトガル共和国の新しい憲法を制定するために、設置される政権議会を構成する議員を選出するため、九百七十五年四月二十五日に行われた選挙である。前年九百七十四年四月二十五日のカーネーション革命でサラザールカエタリーの独裁体制を倒した国軍運動は、 翌26日に発表した国軍運動綱領の中で1年以内に政権議会選挙を実施することを発表した。これに基づいて行われた政権議会選挙で12の政党が参加した。複数政党制に基づく自由選挙は1929年以来実に46年ぶりで国民の選挙に対する関心は高く、投票率は9割以上に達した。 選挙の結果、中道左派の PS が得票率38%弱で第1党に、中道右派の PPD が得票率26%で第2党となった。一方、MFA 求進派と密接な関係を築いていた PCP は、優等関係にある MDP を含めても得票率17%台で第3党となり、国民の大部分が 急進的な路線を拒否し、全身的な改革を望んでいることが明瞭に示される形となった。国立国会図書館政治議会科研放出、庭輪和,和弘、諸外国の会員の選挙制度資料マイナス、国立国会図書館列国議会同盟、ヒストリカルアーカイブオブパーレメンテリーエレクション、リザルツ1975、ありがとうございます。